西東京市のアパートで昨日夜、70代の女性が首から血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警視庁は殺人事件として捜査しています。朝から玄関のドアが開けっぱなしになっていたのを近所の人が不審に思い見に行ったところ、女性が倒れていたということです。警視庁によりますと、昨日午後7時ごろ、西東京市田無町のアパートで一人暮らしの住人とみられる70代の女性が首から血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。首には刃物で切られたような跡があり、死後1日から2日経っているということです。また手には身を守ろうとしてできたような傷があったほか、部屋の引き戸のガラスが割れていたということで、警視庁は女性が何者かに襲われたとみて調べています。凶器は見つかっておらず、トラブルに関する情報もないということです。